2月17日金曜日午後1時を回りました。ミスチーテタイナが FM 那覇カルチャンプルーの沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロードの提供でお送りします。今日もミスチーテタイヤが始まりました。神奈川県出身、沖縄在住8年目の今日も明日も25歳、長谷川美鈴こと浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もよろしくにげんさびら。さて今日はですね、毎週月金とミスチーのこの大好きな洋服屋さんの衣装提供を受けてますので、衣装提供さん浮かれた熱帯夜と君の唇さんです。よかったらユーストリームなどで、配信してますので、ちょっと服が見てみたいという方は見てください。さて今日のコーナー案内いきたいと思います。まず最初にですね、ピラツカ小闇プレゼンツ2月の沖縄、沖縄を見る聞く遊ぶのイベント情報誌ピラツカ小闇からイベントを紹介します。それともう一つ、ミスチが選んだすごい情報を一つ持ってきたので、それも楽しみにしててください。そして行ったつもりジャーニーツアー、本日は行ったつもりジャーニーツアーへご参加いただき誠にありがとうございます。添乗員のミスチーですということで、国連に加盟している国の数は現在193カ国、世界各国の歴史、経済、観光、名産品などご案内していきたいと思います。さて今週の行ったつもりジャーニーツアーはアメリカカリフォルニア州にあるロサンゼルスです。楽しみにしててください。そしてもう一つのコーナー、ラジオミスチー昔話、昔話におとぎ話、童謡や唱歌などなど不思議で楽しい昔話の世界を紹介します。以上今日のコーナー3本でした。そして FM 那覇では、世界中から見て聞けます。 FM 那覇で検索していただきますとトップページにもう動画がねすぐポチッと流れますので、ぜひ見てみてください。そして何でしたっけ、アプリでも、ツイキャスで見れますので、ぜひ見て聞いてダウンロードしてください。そして今生放送聞いてるけど映像も見たいな、もしくは生放送も見れないなっていう方がいましたら、後ほど YouTube でも録画してあるので、そちらで FM 那覇で YouTube 検索しますと出て、過去のね番組がいっぱい出てきますので、よかったら見てください。その際ね、チャンネル登録をポチッとしてくれたら嬉しいなと思います。そして皆様からの熱いメッセージをお待ちしてます。タイヤがアットマーク fmnaha.jp、 タイヤがアットマーク fmnaha.jp、 ミスチーにね応援のメッセージなど、もしくは今日髪型が変だよとかいろいろとくれたら私喜びますので、あとそれとですね、FM 那覇のトップページからもコメントが書けるようになってますので、ぜひ皆さん、ミスチーにこのメッセージをください。待ってます。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。最高に良かったね。
やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。最初のコーナーに行きたいと思います。ピラツカクヤミプレゼンツ2月の沖縄、このコーナーは沖縄を見る聞く遊ぶのイベント情報誌ピラツカクヤミからイベントを紹介します。今日は金曜日ですね。週末の皆さん予定決まってますか？あ、でも今週末は2月の18、19日ですね。あ、そうだ、私ちょっと一つ気になったイベントがありまして、2月の18日、19日、明日、明後日、あの国際通りから八千文通り向けに、ハイアトリージェンシーのホテル向けにあの入ってきますと、あそこですよね、ローソンのあるところ、何でしたっけ、あのローソンのところを入っていくと右手に公園があるじゃないですか。桜坂公園っていうんですけども、毎年10月に行われる那覇祭りの大きい縄がありますね。あの本物の縄が飾ってあるところ、桜坂公園でイベントがあるみたいで、手作り市みたいな感じで、あのお食事とか、あとは皆さんのこの洋服とか、洋服はないかな、小物類関係の、あー、そうそうそうありがとうございます。希望が丘高原、失礼しました、桜坂公園じゃなかったですね。もう一度最初から言いますね。明日、明後日、2月の18、19日、土日と、希望が丘公園、桜坂劇場の向かいにあります。あの公園で、桜坂マルシェがあります。入場無料だそうですよ。まあそうですよね。ハンドメイドとか、あとは、いろいろと、18、19日、両方とも雑貨、飲食が、皆さんが普段からね、手作りをこうやって、こまめにやってたやつが、日の目を見る日です私それでね、すごい可愛い雑貨を発見して、それでちょっと行ってみたいなと思ったんですけども、明日明後日ありますので、飲食もね、あのカフェ系が結構ありますので、ベトナム料理とかね、天然工房とか、唐揚げ屋さんもありますね。わー、楽しみですね。ちょっと明日行ってみようかなと思ってますので、ぜひ気になる方がいましたら行ってみてください。そしてちょっと那覇から離れます。読谷ですね。読谷の2月の25、26日、読谷の八千文市があります。八千文の里ありますもんね、読谷ね。あそこの陶器が気になる方は、ぜひ、これをきっかけにね、安く売ってますので行ってみてください。そして今現在やってます、こちらも読谷です。体験王国紫村で、琉球ランタンフェスティバル、夕方の6時から夜10時までやってます。こちらも2月の26日までとなってますので、皆さん出して、あと1週間しかないのでね、10日ぐらいですね。ぜひ行ってみてください。そしてミスチーの気になるですね、今日の特別な情報なんですが、あれですね、ちょっと待ってくださいね。お待たせしました。あけぼのに今度新しくできますステーキハウスエルシャダイプレオープン期間ということで、今日は明日明後日今週いっぱいやってるのですが、あ、
今日と明日までですね、なんとエルシャダイステーキ 200g プラスライスサラダスープを1日先着100名様に限定で無料で提供ということで、皆さん今日明日ですよ。時間言います。ランチタイム11時半から、2時、そして夕方5時から8時まで今日明日やってますので、皆さんぜひ急いで行ってみてください。そしてグランドオープンが来週の月曜日2月20日ですね。こちらも皆さんぜひ行ってみてください。以上ピナツカ暦、2月の沖縄情報でした。さてここで今日は金曜日ですね。仕事が終わってから皆さん飲みに行ったり遊びに行ったりする方も多いと思うので、まず早速一曲派手なのいきたいと思います。山本リンダさんで狙い撃ち。2月17日金曜日午後1時15分を回りました。ミスチテタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオに生放送でお送りしています。さて皆さん早速、コーナーに行きたいと思いますが、あらどっちから行きましょうか。なるほど、行ったつもりジャーニーツアー。本日は行ったつもりジャーニーツアーへご参加いただき誠にありがとうございます。添乗員のミスチーです。国連に加盟している国の数は現在193カ国、世界各国の歴史、経済、観光、名産品などご案内してまいります。さて今週の行ったつもりジャーニーツアーはロサンゼルスです。イエーイ。実はですね、ミスチロサンゼルスに、2ヶ月近くだけ遊びに行ってたことがありまして、ずいぶん前なんですけども、それを思い出してちょっと過去の記憶をね、掘り下げて、
話してみたいなと思いつつ、でもそんな過去の記憶を話しても多分今現在時代はね常に変わっていくので、情報古いのを与えてもしょうがないのでちゃんと調べました、ミスチなりに。まずですね、ロサンゼルスといったら皆さん何を思い浮かべますかね。まあすごく広いのでちょっと難しいと思うんですけど、ミスズはまずまあ、ロサンゼルスといったらハリウッド、映画都市ですよね。もう芸能人がわんさか、ハリウッドスターがわんさかいるんじゃないかというイメージですけども、ロサンゼルスに行ったらあっちこっちに例えば誰でしたっけ、ミスズが好きな人、誰もわかんないですよねミスズが好きなのにわからないっていうね、忘れてしまったっていう、あちこちに、街のあちこちに多分ジョニー・デップとかブラッド・ピットとかいると思いますよっていうイメージね全然いないよね、全くもってね。他には皆さん、ハリウッド、ロサンゼルスといったらハリウッド、あとは海もありますね。あと遊びで行ったらディズニーランドとか、あ、ないな、ディズニーね、ディズニーなかったね、あれあるわ、ディズニーランドあるわ、ディズニーランドかし、何だったっけね、が確かカリフォルニア州にあったと思います。あとはユニバーサルスタジオですね、がありますね。あと他に皆さん、あと私が今回一押ししたいのはやはりおしゃれですね。おしゃれな街ってイメージがとっても強いんですけども、そこでミスチなりに気になったおしゃれな場所、ミスチなりに気になったというか、もうここにロサンゼルス行ったらここに行っとけと、ここに行ったら外れはないっていう、もう最先端に、世界の最先端がここで買えるんじゃないかっていう、全ての発信地はここからでしょうみたいな感じだと思うんですけども、 LA の流行発信地といえば、個性豊かなショッピングストリート、わかる人いますかいないか、メルローズアベニュー、行ったことある方とかね、あと観光で行った人とかは多分メルローズアベニューわかると思うんですが、私この約2ヶ月間ロサンゼルスにいるときにメルローズアベニュー相当入り浸りましたね一応このショッピングストリートなので端から端まで、そんなに、でもね、ストリートだったら結構短いイメージありますよね。沖縄で言ったら観光ストリートみたいな感じで、国際通りがあんな感じのイメージなんですけども、メルローズアベニューはもう洋服からレストラン、カフェ、そしてもブランド物からひっきりなしにあるんですけども、約歩いて、まあ、まあ私たち女性がぺちゃくちゃ喋りながら歩いて約50分ぐらいですね。洋服屋さんに一切入らないでですよ、一切入らないで端から端まで普通にペチャペチャ話しながら行って、だいたい50分から1時間はしないかなまで歩けると思うんですけども、その間下手したら1日かかりますね。本当に古着屋さん、もうね、古着からもうブランドも、まずブランドですと、これミューミュー、マーク・ジェイコブス、そしてミスズの好きなビビアン・ウェストウッド、ポール・スミスとか入ってるんですけども、入ってるというかこのメルローズ・アベニューの中にあるんですが、やはりこのロック、パンクからセクシー系まで本当いろいろ楽しめるですよ。で、何を買うわけでもないんだけども、とりあえず行くっていう、明日この店入ろうかなみたいなって決めていかないと本当に1日足りないぐらいなので、何せレストラン、カフェもありますので、そこでメルローズアベニューといったらロサンゼルス一有名な、ホットドッグ屋さんがあります。ピンクスっていうお店があるんですけども、そこにも皆さんぜひ行ってみてください。ホットドッグ1個で十分お腹いっぱいになりますので、ぜひ行ってみてください。結構有名なハリウッドスターとかもお忍びでね来たりとかしますので、で壁にはねすごいサインがいっぱい書いてありますので、色紙もいっぱい書いてあって、それをね見に行くだけでもいいかなと思うんですけども、そのメルローズアベニューにはこのピンクス、ホットドッグで有名なピンクスとか、あとはパスタが美味しいレストラン、そしてカフェだったりたくさんあるんですけども、そういうショッピングをしながらさらにそういうカフェで一休みしておしゃれな人たちを見ると、で歩いてる時にもう本当に昨日このお店入ったよねってお店にまた入りたくなるんだよね。もうなんかワクワクどころじゃないっていうかね、もうこんなにおしゃれって詰まってるんだっていうぐらい一つのお店にいっぱい詰まってますので、もうキリがないんですよ。本当一日じゃもしかしたら回れないですね、下手したら。ちょっと決めていかないと。
本当に個性豊かなショッピングストリートがありますので、ぜひ今後ロサンゼルスに行く予定がある方、もしくはこの話を聞いてロサンゼルス行きたいなっていう方がいましたら、メルローズアベニューには必ずショッピングが目的じゃなくても必ず行ってもらいたいですね。本当に最先端の服装とか古着とかに会えますのでね。あと人、いろんな方たちがいますよ。もう全身タトゥーで裸の短パン一丁しか履いてない人もいれば、ものすごい毛皮を着た女性とか、今季節何っていうびっくりしますよね。季節ここ一箇所だけで春夏秋冬全部あるんだみたいな感じのね。皆さん本当おしゃれで、その中で店員さんではないんですけども、カフェのお客さんですごい可愛い服を着ている、ジャケットを着ている方がいて、ヒョウ柄の、わあれ可愛いなと思って、ちょっと友達とちょっと声かけてきて、どこで売ってるか教えてもらってみたいな話になってって話をしてて、じゃあちょっと聞いてみようと、どこで売ってるか聞いてみようって言って、で勇気を出して、すいません、それってどこに売ってるんですかっていう風に聞いたら、あ、もう10年ぐらい前に買ったそのカフェに飲んで、カフェでお食事をしてた知らないお客さんよ、女性客に声かけたら、10年ぐらい前にアナスイで買ったジャケットですよっていう風に言われて、いやでもすごく可愛かったですね。ヒョウ柄なんですよ、ヒョウ柄のジャケットで、ほんと可愛くて、毛皮のなんか毛皮の、ヒョウ柄の毛皮って言ったらなんか嫌味があるっぽそうなイメージが私あるんだけども、全然嫌味がない、本当におしゃれっていう感じの、っていうかね、本当におしゃれな人がとっても多いので、ぜひ行ってみてもらいたいですね。そしてメルローズアベニュー、そんな私に古着とかあんま興味ないしみたいないう人が中にはいると思うので、興味がないとか、あと着れないっていう人もいますよね。そんな方にはメルローズアベニューからタクシーで15分ぐらいですねのところに、めちゃめちゃ有名なビバリーヒルズ、まあ、誰もが知ってますね。ビバリーヒルズの中にヒリズビバリーヒルズの中にある、LA のめっちゃ有名な高級ブティック、私今日噛みまくってるな、高級ブティック系ブティックの店舗が50軒ぐらいある、さあ何でしょう、ロデオドライブですね。ビバリーヒルズの中にあるロデオドライブっていう、またここもこれもストリートみたいな感じ、ストリートというか街みたいな感じですかね。その中にこのもうすべてありとあらゆる世界の有名なブランドが全部ここに入ってるんじゃないかっていうぐらい、50店舗ほどひしめき合ってますね。街並みもすごく素敵なんですけども、もちろん誰もが知っている、まあ、ルイ・ヴィトンから、シャネルから何でしたっけ、ブがつくやつ、ブルガリね全然分かってないブルガリとかね、ティファニーとか、あ、ティファニーといえば、実はこのティファニーの横にあるカフェ、オードリー・ヘップバーンがティファニーで朝食をって映画の中で、使われた場所です、そのカフェが。なので皆さん行ってみてください。ロデオドライブというそのビバリーヒルズの中にあるめちゃくちゃ有名な高級ブランドが並んでる、なんていうんだろう、そこストリートっていうのかな、街っていうのかな、なんですけども、そこの一角にカフェがありまして、そこがローデオってお店なんですが、そこはオードリー・ヘップバーンが主演のティファニーで朝食をの場所で使われたところです。ぜひ行ってみてください。そしてですね、そのカフェから座って目の前を見ますと、有名なビバリーウィルシャーホテルっていうホテルがあるんですが、そこは皆さんもよく知っている映画プリティーウーマン、リチャード・ギアとジュリア・ロバーツ、乙女ね、女性が誰もが憧れる映画ですよね。一気にこの駆け上がっていくっていう、あれは素晴らしい映画でしたね。プリティーウーマンのあのお二人も映画の撮影で使われたビバリーウィルシャーホテルが目の前にあります。そしてちなみに、昭和天皇もそこに宿泊したそうですね。すごく素敵なんですよ。まず、まあ、私は泊まれなかったので、しかも予約も常にいっぱいですし、もう金額も結構高級ですのでなかなか泊まれないんですけども、そこをロデオドライブから目の前にありますので、見ながらこのお食事をしたりとか、あそこに
リチャード・ギアとジュリア・ロバーツがあそこで映画の撮影したのかと思いながらね、カフェタイムをしてみてもいいと思います。そして他にもサックス・フィフス・アベニューとかバーバリー・コーストなどもこのホテル、ショッピングモールがたくさんありますので、ぜひ行ってみてください。皆さん、ロサンゼルスといったら気になるところ他にありますか？私は今回買い物、ショッピングにちょっと絞ってみましたね。古着系、古着屋さん系の、アバンギャルドから派手な感じからロック、パンク、セクシー系を求めるのであればメルローズアベニュー、いやいやいやブランドがいいっていうのであれば、ロデオドライブに行っていただけたら素晴らしい、お店と人と高級感あふれる雰囲気とカフェが、カフェで一杯しながらね、お茶をしながら、そのロデオドライブをちょっと階段を、ほんの少し階段を上るんですけども、その階段の下からロデオドライブを見上げますと、まず左手にちょっとした噴水があるんですね。丸い噴水がちょっとおしゃれなヨーロッパをイメージしたヨーロピアン風の噴水がありまして、そしてその横にはちょっと大きめの階段があるんですけど、なんだろうな、このお城に続くような、あのシンデレラのような階段が、大きめのこの曲がってね、遠隔円なんつうの、湾曲になってる感じの階段があるんですけども、そこを登っていく途中ぐらいから左手に先ほどのロデオというこのカフェが、ティファニーで朝食をで使われたカフェがあります。でそこをさらに登っていくと、ブランドがね50店舗ほどひしめき合ってますので、そのストリートを見るだけでも中に入ってね、写真を撮りまくったりしてもぜひいいと思いますので、皆さんはどちらのショッピングを撮りますか？ぜひ両方とも行ってみてください。さて今日のコーナー、行ったつもりジャーニーツアー、今日はカリフォルニア州のロサンゼルスを紹介してみました。さて皆さん、ここで聞きたい曲があるんじゃないですか？先ほども出てきましたね。ね、ですよね、聞きたいですよね。映画プリティーウーマンの中からプリティーウーマン。
時刻は午後1時32分になりました。ミスチルダイヤが FM 那覇沖江通りスタジオより生放送でお送りしています。今日はですね、そんな先ほど行ったつもりジャーニーツアーでロサンゼルスを語ったのですが、そのロサンゼルスをイメージして今日は衣装を提供してもらってます。今現在何でしたっけ、 FM 那覇のトップページから聞いてくれてる、見てくれてる方は映像が流れてると思いますが、あ、ちょっと見てみたいなっていう方がいましたら、那智肌 YouTube で見てみてください。 FM 那覇で検索しますと過去の番組が出てきますのでよろしくお願いします。そして皆様、熱いメッセージお待ちしてます。タヤがアットマーク FM 那覇 .jp、 タヤがアットマーク FM 那覇 .jp です。お待ちしてます。さてですね、この衣装に合わせてロサンゼルスっぽい衣装、ちょっと夏っぽい感じですかね。麦わら帽子に、なんだろうな、レースの羽がついた、この衣装提供さんが浮かれた熱帯夜と君の唇さんなんですけども、ただの麦わら帽子じゃございません。麦わら帽子の上にちょっとレースの、黒のレースで、上の帽子を、上の帽子っていうか、このハットの部分を、ちょっと囲んで、さらに白いワッペンみたいので包む、貼ってるというか飾ってありますね。すごい可愛い。あ、まさにオードリー・ヘップバーンのティファニーで朝食をですね。うー、さすがやる。そう、それプラスちょっとこの派手な T シャツを、胸元がね V にちょっと開いてる派手な T シャツをオレンジに、マリーブとちょっと可愛いローマ字で書いてありますね。マーリーブってオレンジですね。でその下はですね、またこれまた派手なレギンスですね。またセクシーなレギンスで、レギンスのところの柄がまたこのガーターベルトみたいな感じの柄が書いてあるんですよ。決して私がその格好してるわけではなく、レギンスの柄がガーターベルトみたいな感じでセクシーなんですよ。その上にさらにミニスカートを履いてるんですけど、そのミニスカートもね、赤と黒のストライプ、縦縞の模様になってますけども、皆さん今見えますかね。後ほど後で見てみてくださいね。あ、全然見えなかったけど、あって写真撮ってまたアップしますので、よかったら見てみてください。さてね、これね、ミスチーね、この先ほど行ったつもりジャーニーツアーでロサンゼルスを紹介したのですが、これが私がね、火がついてしまってですね、ちょっと他にも紹介したいなと思いまして、ラスベガス、皆さん行ったことありますか？おー、あるんだ。え、誰と会話してんの私。誰とも会話、一人会話なんですけども、ラスベガスはね、やはり皆さん結構行ったことある方多いと思うんですが、やはり、何でしたっけ？お金をかけてね、何て言うんでしたっけ、そういうの。カジノだ。カジノをやる方がとっても多いと思うのですが、私、ロサンゼルスに行ったにもかかわらず、カジノ一切やらなかったんですよ。全く興味がなくて。それよりもフリーショーですね、ただでやってくれるショーの方がすごいですよね。ロサンゼルス、あとラスベガスって各ホテル、まあホテルももちろんすごいんですけども、いろんな有名なホテルがラスベガスにひっきりなしに、もう右も左も上も下も見てもホテルだらけっていう素敵なホテルがいっぱいありますが、そのうちの何か所かで、フリーでショーをやってますよね。あのショーが本当にすごくて、噴水ショーだったりとか、湖を使って、ホテルの前に湖があって、湖を使ってこの海賊のショーだったりとかたくさんありますが、もうラスベガスって言ったらもうエンターテイメントの街っていう感じなのでね、皆さんもぜひラスベガス行ってみて、カジノをしに行くのか、それともショーを見に行って、こちらもまたショッピングでね、たくさん楽しめると思うんですけども、ショッピングもまたブランド系たくさんありますし、ラスベガスにしかないようなこのお土産もたくさんあるし、あとはそういえばあれがあるね、遊園地的なものが、ジェットコースター的な感じのがありますよね。そこにも私行ったんですけども、みんなものすごい怖がってましたけども、
ね、行ったことありますよ、ラスベガスの遊園地。このホテルの何階だろう、20何階とか、分かんない、30階建てとかのホテルの上からジェットコースターで降りてくるとか、一番上で空中の上に、要はだから下何もないんですよね、そこにこのガンってジェットコースターが出るっていう、ガンって出るって全然分かんないよねそんな感じで、このラスベガスもまた皆さん楽しめると思うので、ロサンゼルスから、ラスベガスまでは、車で、約6時間半から7時間ぐらいかな。ただひたすらまっすぐ行ってください本当に本当にただ何もない平野をただひたすら行くとラスベガスがありますね。ロサンゼルスから行くと、そのラスベガス、あ、ロサンゼルスから行ってラスベガスに行く途中の手前にリトルラスベガスってあるんですよ。これね、ラスベガスじゃございませんので、意外と初めて行った方っていうのは間違いやすくて、そこで、あ、ここがラスベガスなんだって言ってラスベガスと勘違いしてそこに滞在して終わるっていう方が結構いますので、その先です、リトルラスベガスがありますが、そこをさらに通り過ぎてもらって、そこからまた20分ぐらいかな、20分30分ぐらい走ると本当にラスベガスが、全然違うラスベガスがありますので、皆さん間違えないようにしてくださいね。そんな感じでちょっと火がついてしまって西海岸特集を送ってしまいましたが、一旦ここでコマーシャル聞いてください。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。ね、やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。甘いよ、くもじの川沿いの古民家よ。甘いよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。2月の17日金曜日午後1時40分になりましたあ、さっきからなんか タイミングすごくいいな。ミスチーテタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオに生放送でお送りしています。さて次のコーナー行ってみましょう。ラジオミスチー昔話。昔話におとぎ話、童謡や唱歌などなど不思議で楽しい昔話の世界を紹介します。さて今日はですね、紹介しますというかミスチーなりにちょっとあのちょっとここ面白いだろうっていうような歌詞があるので、そこをねちょっとツンツンとつっついてみたいなと思います。お付き合いください。今日のですねミスチー昔話はなんと日本のおとぎ話といったら皆さん何が思いつきますか？そうです。桃太郎めっちゃバカっぽい。今すごい沖江通り沿いの、道路挟んで向こう側の女性がものすごい勢いで振り向いてましたね。え、どっからみたいな。どっからこの桃太郎って聞こえるのみたいなね。まさかね、こんな風にこんなおちゃらけた私が話してるとは思うね。多分想像通りなはずね。そんな感じなんですが、どんな感じだよって話でちょっとね話しづらくなりましたね。
しかもちょっとね、私今恥ずかしかったみたいで顔が赤いかもしれないですかもしれないってどっちだよっていう。さてでは早速、桃太郎を今日は紹介したいと思うのですが、ちょっとね一旦ちょいとちょいとちょいちょいずつ読んでみようかなと思いますけども、これ私さちょっとなんか前回ヤギさんの郵便を読んだんですよ、やったんですよ、白ヤギさんからって。で今回は桃太郎さん、桃太郎さん桃太郎さんなんですけど、歌ってしまうのでどうしても朗読すると、だからね朗読できる人ってすごいなと思うんですけど、朗読するとどうしても歌ってしまうのでこれ演技してみようかなと思って、勝手に勝手に演技してみようかなと思って、そこものすごい私多分下手くそだし、何をやってんだお前って感じになると思うけども、そこ流して、聞いてるけど流して、聞きながら流しておいてみたいな。ちょっと言っていいですか。最初のちょっと歌詞をね言ってみましょう。桃太郎さん桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。やりましょうやりましょう、これから鬼の征伐についていくならやりましょう。ダメだ、読んでないわ、私歌ってるわダメだ、全然無理だな。ちょっとどう思いますか、ミッシーさん。もうそれやめた方がいいよって、もうコーナー自体やめた方がいいよっていう。どんなね、まずここで一つ突っ込もうかなと思います。腰につけたきびだんご一つ私にくださいなと言いました。これ歌詞には出てこないんですけども、昔話の方を見ますと、最初に出てくるのが犬、その次猿、そして最後が何ですか。そうです、キジですね。犬猿キジとなってますけども、多分これ最初に言ったの犬ですよね。お腰につけたきびだんご一つに私にくださいなって、まあ欲しいからお腹が空いてたんでしょうね、もらえます。そしてここで桃太郎さん、鬼の征伐に行くのね、ついてくるならあげましょうと。まあ結構ひどいこと言ってますよね。そんなことないか。いやだってきびだんご一つですよ。そしてその次行ってみましょう。ちょっと読んでみましょうね。行きましょう行きましょう、あなたについてどこまでも家来になっていきましょう。すごいですよね、家来にもなっちゃうんだよ、きびだんご一つで。すごいな、この時代すごいな、というか犬ってすごいな。まあ犬も全員か、犬も猿もキジもすごいな。きびだんご一つで、一つだよ。私分かった、皆さん、きびだんごって私たちがイメージするきびだんごって多分この親指と人差し指で円を作った時に丸指、親指と人差し指の先をくっつ、爪と爪をくっつけた時にできる大きさあるじゃないですか。その大きさぐらいのきびだんごだと思うんですけども、もしかしたら桃太郎さんが持ってたきびだんごってバレーボールとかサッカーボールぐらい大きいかもしれないどんなよっていうね、そんなの絵本にも書いてないわって、普通に腰にぶら下げてるのに。でだから腰からバレーボールぐらいのをたまたま自分用のと、あと他に3つあったっていうね、バレーボールぐらいのがそれぶら下げた、それおばあちゃんが作ってくれたっていう。わーすごい斬新。それだったら、それが丸々食べれるんだったら、そりゃたった1つだろうが鬼の征伐に行くよね。しかもどこまでもついていくってよ、しかも家来になっちゃうっていうからね。まあね、そんなにバレーボールぐらい大きいきびだんごをくれるんだったら私も家来にはなるわ。まあむしろ自分で作った方がいいけどね。いや作れないね、犬と猿とキジだからね。そんな感じで、さて次行きましょうか。そりゃ進め、そりゃ進め、一度に攻めて攻め破り、潰してしまえ鬼ヶ島。面白い面白い、残らず鬼を攻め伏せて、ぶんどり者をえんやらや。万万歳万万歳、お供の犬や猿キジは、遺産で車をえんやらや。どうですか、こんな感じで終わるんですけども、まあまずねすごいのがですね、一度に攻めて攻め破り、潰してしまえ鬼ヶ島。もうねさっきはね征伐って言ったのに、今度急に潰しちゃうんだよ鬼ヶ島。鬼ヶ島なくなっちゃう島なのに、この桃太郎を含め犬猿キジどんだけ強いのって話をね、
多分爆弾かなんか持ってかないと。で、え、鬼ヶ島潰せないでしょっていう、あのいわゆる鬼って多分3メートルぐらい、もっと大きい、いや3メ、私のイメージは3メートルぐらい、イメージってよく分かんないけど、3メ、赤鬼青鬼3メートルとかあるとして、そんな人たちが住んでる鬼ヶ島はね、桃太郎さんと犬と猿とキジで潰しちゃうんだよ。潰してしまえ鬼ヶ島。結構発想大胆結構大胆桃太郎。あー、なるほど、こうやって世の中の天下をね取っていくってことね、桃太郎はね。あ、やっぱちょっと発想が違うね。そしてその後、面白い面白いって言ってるんだよ。残らず鬼を攻め伏せて、あ、やっぱ残らずっていうぐらいだから相当数いたはずね。鬼が相当数いて、その中でこの一人対、違います、桃太郎一人と、犬猿キジで鬼を攻め伏せると、すごいですよね。で最終的には分取り者縁やらやっていう、まあ、縁やらやがよくわからないんですけども、まあ、まあこの私のイメージではこの肩にかけ、肩にこうって縁や縁や縁やみたいな感じで運ぶるのかな。分取り者って言い方もすごいですね。なかなか言わないですよ。 分取ったとか分取るとか分取り者ね、まあ、時代を感じますよね。分取り者なかなか聞かないよねそんな感じで、でそれをもらった後、バンバンザイバンバンザイ、お供の犬や猿キジは勇んで車をえんやらや、ここでもえんやらや来ましたけども、この車をっていう、多分私は滑車、この昔でいうこのなんつうのあれ、木でできた荷台みたいなやつにこの4つの細いタイヤみたいのがついてて、ガタ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 っていう、あの石のね道をこのそこを歩いて帰るみたいな感じなんですけど、それを犬と猿とキジがこの滑車をこうって持っていくんでしょ、行くん、その分取り物をね持ってすごいですね。分取り物どのくらいあったんだろうね。その分取り物を、車に乗せて、イサンデっていうのもいいですね。イサンデは私好きですけども、そんな感じでね、結構な勢いで、桃太郎っていう歌詞はですね、あの大胆で、桃太郎さんは意外と天下を取るのにやはりそういう発想が奇抜っていう奇抜じゃないか、結構すごいですよね。だってもうきびだんご一つで一緒についてこいっていう風に言うのもすごいですけど、それについていく犬と猿とキジもすごいですよね。まあ、ちなみに私もついていきますけどね。そしてこの桃太郎と結婚して将来円満になりましたってどんな話やねんっていう、こんな感じで終わっちゃおうかな。以上、ラジオミスティ昔話、今日は桃太郎でした。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけど、クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。ね、やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。
て1時間あっという間ですね。ミスチでタイヤが、生放送で FM 那覇沖縄スタジオでお送りしています。時刻は午後1時51分を回りました。皆さん今週も1時間間違えました今日1時間ですね、今週は5日間お付き合いいただいてありがとうございます。また来週もね、5日間皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますので、こんなミスチーですけど、ミスチーですがお付き合いよろしくお願いします。さてですね、FM 那覇では、今日今現在生放送で聞けなかった方、もしくはこの映像を聞いてくれてますけども、映像で見れない方、YouTube に後ほどアップされてますので、他の番組とかも見れますので、過去のぜひYouTube で FM 那覇で、検索してアクセスしてみてください。その際ね、ポチッとチャンネル登録を押していただけたらとっても嬉しいので、ぜひ皆さんポチッと押してみてください。さて今日の毎週金曜日のコーナーは行ったつもりジャーニーツアー、今回はロサンゼルスを紹介しました。そしてラジオミスチー昔話は桃太郎ね、先ほど、延々とピーチクパーチク言っておりましたね、私ねそんな感じでね、来週も、やりたいと思いますが、どっか皆さんこのジャーニーツアーここやってよとか、もしくはこのお話語ってみてくださいっていう方がいたら、コメントやメッセージくれたら嬉しいですね。メッセージメールアドレス、tayaga@fmnaha.jp、 tayaga@fmnaha.jp です。お待ちしております。さて今日は毎週月曜日と金曜日は衣装提供してもらってます、浮かれた熱帯夜と君の唇、気になる方がいましたらぜひ、浮かれたはカタカナですね、浮かれた熱帯夜は漢字です。浮かれた熱帯夜で検索するともうすぐ君の唇って出てくると思うので、浮かれた熱帯夜と君の唇で検索してみてください。沖縄のね、国際通りから一本入った浮島通り沿いを、国際通り側から来たら浮島通り沿いをまっすぐ行って、左手に小さいソファー席のカフェがありますので、そのカフェの横奥に入っていくとすぐ裏に浮かれた熱帯夜と君の唇という、この派手なロックな、アバンギャルドなお店がありますので、もうこんな言葉が多分一番似合うと思うんですけども、そんな感じで今日の衣装提供は浮かれた熱帯夜と君の唇でした。ありがとうございます。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロードの提供でお送りしました。また皆さん来週もお付き合いよろしくお願いします。さて週末ですね、ちょっと今日風が強いですね。お天気午前中良かったから今日は暖かいのかなと思ったんですけど、まあまあ多少暖かいですけどね、ちょっと風が出てきたかなと思いますが、では皆さん週末の目白押し情報をもう一度言いましょうかね。私の一押しです、あけぼのにあるステーキエルシャダイが、なんと今日明日プレオープンで、エルシャダイステーキ 200g プラスライスサラダスープ食べ放題付きで、1日先着100名様限定で無料でお出ししております。ぜひ行ってみてください。ランチ11時半から2時、夕方は5時から夜8時までやってますので、今日と明日、今日はもうねランチタイム終わってしまったので、夕方の5時から8時を狙って行ってみてください。明日までやってますのでぜひ行ってみてください。ステーキハウスエルシャダイ、電話番号は098-894-8282、098-894-8282、場所はあけぼのの金秀の真横ですね、金秀の真横、そしてあけぼの小学校の遠い面にありますので、ぜひ行ってみてください。そしてもう一つ、明日明後日18日19日、桜坂マルシェ希望が丘公園ですね、那覇市牧市なんですけども、桜坂劇場の向かいにある希望が丘公園で桜坂マルシェが行われます。公園ですのでね、入場無料となってますので、ハンドメイドの、小物類とか すごい欲しいのがいっぱいあって、そこでちょっと行ってみたいなと思って、普段ね皆さんが手作りで作っているものをお披露目してもらって私たちが買うみたいな、いいじゃないですか
なかなかね、店舗とかでも見かけないものがこういうのをきっかけに見れるので、ぜひ皆さん行ってみてください。他にもね、飲食もありますので、ベトナムとか天然工房のパンとかもありますので、ぜひ行ってみてください。2月の18、19日桜坂マルシェ希望が丘公園桜坂劇場の向かいですね。時間は午前11時から夜8時までで、日曜日は午前11時から、夕方5時までとなってます。皆さんぜひ行ってみてください。今日も1時間お付き合いありがとうございます。来週月曜日にお会いしましょう。